どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はアメリカのシリアルを紹介したいと思います。でこちらのシリアルはキャプテンクランチのシリーズです。でこちらもユニークなシリアルです。それはこちらです。キャプテンクランチズコットンキャンディークランチの紹介です。キャプテンクランチのコットンキャンディークランチ、わたあめ味ですね。 Crunchatize me Captain、 サクサクしたシリアルらしいですね。 Artificially flavored、 人工的な味です。横の方に他のキャプテンクランチのシリーズがありますね。ベリーズやピーナッツバターで、オリジナルのキャプテンクランチが載ってあります。で後ろはこういう感じです。カーニバルみたいなのが載ってありますね。で箱がまあまあ大きいですね。値段は1ドル69セントぐらいでした。日本円で180円ぐらいです。でこのパッケージが結構好きです。キャラクターのキャプテンクランチが載ってあって、後ろの方に遊園地がね載ってあります。少しだけ綿飴の香りがしますね。それではいただきます。綿飴の味がちゃんとしますね。人工的な味って書いてありますけど、しっかりしててうまいです。食べた瞬間綿飴の味が口の中全体に広がりますね。甘さもいいし、この食感がたまりませんね。美味しいですけど、何回か食べると飽きます。捨てるともったいないので、しょうがないから全部食べます。ごちそうさまでした。美味しかったですけど、点数は60点にしたいと思います。こちらそんなに驚くシリアルではないですね。綿飴の味は美味しいですけど、フロスティフレークやフルーツループみたいに食べるとテンションが上がるシリアルではないですね。で何回か食べると飽きてきますね。でもサクッと感も良かったし、綿飴味が口の中全体に広がるのが好きでした。こちらはおすすめはしませんけど、もし見て気になったら買ってみてください。キャプテンクランチズコットンキャンディークランチの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあ。